生のゲームスタジオ、いやーゲームスタジオテイク2テイク2じゃテイク2。今回は、ターボドレチームで、恭平と大輝チームで、守備がド素人、はい、攻撃がガチ勢ということで、はい、もうランダ戦極まりない試合になるんじゃないかと。もうね、なるほど、ボールするよ。コールド必須となっております。はい、そうだね、はい、コールドはちなみに5点です。はい、ということで実況解説東郷智則さんでございます。どうも、東郷智則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合開始でございます。はい、ということで頑張っていきましょう。第9頑張れよ。さあ投げました。先発はウィーラー。早いな、早いな、早いな、早い、早い。第2球ウィーランドはナックルカーボをね対応してます。おーしよしよし、やっぱこの感じこれめんどくせえぞ。これこれやばいな、サークル持ってこれやばいな。投げました。やばい、サークル、あの遅いやつ。ウィーランドのピッチングです。第9これはやばい。投げました。よし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 、ナックルカーブいいよ。やばいやばい、ウィーランド完投の勢いで、マジで投げた。チームがすごいですね。取れる取れる。あー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 バカー、出た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 、久々やろ。えーダッシュー、ティングを受けてました。気をつけてね、聞いた気をつけて。第9投げた。初球から、まあ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 、初めて初めて、オッケー、お前次お前4番ディスパイルだからな。ナイスバッティング。さあ一発、ピンチを迎えます。打ちました。そのナックルカーブ有効に使いましょう。このナックルカーブとシュートの初球ファウルから第2球、すごい、これで追い込みました。全力ストレート。第3球を投げた。おーやばい、よし、はい、守備が素人じゃないんだ。初球ファウル、ただのアプロしとるやつじゃん。第2球、そんな強くない。ああ、シュシュ。ああ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。あの攻撃できるね。ボールがうまくて、ボールに関しては普通のやつよりうまいよ。そっか。同期は3球目。投げた。そう。打ちました。内野ゴロ。ああ。サード、これは守備が足りない。ああ、ほら、ほら。オッケーオッケー。ああ、やばい。これやばい。はい、オッケー。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、フィルダースチョイス。満塁だ。第9投げました。あーえーえーえーそのまま入っていや、普通にできる人だね。普通にできる人。あ、今日は1回コードするよ。俺1回普通に負けてるからね。1回コードする。これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは桑原。サークルチェンジ決まって、セーブ。チェンジアップにアドバンテージ。これやばい、野球うまく使って投げました。打ちました。よーし、なんでやったよ、そっち。なんでやったよ。いいバッティングを見せました。いいバッティング。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました。初球。うわーやばい、やばい、やばい、これはやばい。よーし、もう温まってるからね。一回で、僕ね、体温まっちゃってるから。一回ぐらい、すげえ打ってくる。初球空振り。あ、やばい。第2球、投げました。ストライク。あ、うざ、俺たちやばい。初回サヨナラはちょっとやばいな。投げました。打った。やばい、ゲッツーやばい。三角。あー、マジか。ゲッツーとかもしてないと。さあ、追加点のチャンスになった。筒子、第9球。打ちました。危ない、危ない、危ない。ファール。筒子は、いや、ミートで行こう。こいつは。ミート？第2球、投げた。外角に。よしよしよし。カウント、ワンボール、ワンストライク。投げた。打ちました。三遊間。これはいい。もうガチじゃん。もうガチじゃん。間に合わない。よしよし。間に合わねえとかじゃねえ。一回これでいいか。マジで。宮崎。もう一回これでいいか。投げた。打ちました。よしよしよし。一塁送球。すげえ回り込む。小学生野球ぐらい。2点じゃ足りない。2点。少年野球ぐらい回り込む。高城。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えた。おおおおお。一塁送球。おお。スリーアウト。信じ。2点2点2点。まあまあ一回コールドはね免れました。いや。2回の表、2点を追いかけます。コースの攻撃。すげえわ、さっき歯磨いたぞ。投げた。久々初球は失敗。まずは入れてきました。これナックルカーブ、まず有効に使う。第2球。口が腐っとるんだ。投げた。打った。ショート。丸丸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 。うまいね。丸丸丸丸。これでワンアウト。あのナックルカーブ、いません。バッターは8番、上林。丸ばっか投げてると、勝ち込まれるから。初球を打った。ショート正面。あ、サークチェン使うね、サークチェン。サークチェンウィーランドナイスピー。2バッターボックスは9番、カイ。作戦打ちました。うわあ、狙われるからね。第2球投げました。打ちました。落ちる。ナイス。いいよいいよいいよ。これはヒットになります。いいバッティングを見せました。打順のトップに帰って本田、今日の第一打席はスイングアウト。ボール横浜っていいピッチャー多いね。一塁ランナー飛び出している。バカバカバカ、これはお前どういうスピードだろ。お前ランナーいいとこつきましたよ。二塁ランナー飛び出している。
東京ボール。佐藤狙う。よし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 。あーっとショート、バット、打ち込んだな。そう、第2球打ち込む、投げました、打った、すげー、あやばい、あーソロさんといて、え、大丈夫、倉本のナイスバッティングです。ベイスターズ、なおもチャンスが続きます。初球を打ちました。あー、二塁から、あー、見てよ、いやもう、どこいるか分からんのよ、なんで持って入るの。勝った、この回で終わる、この回で終わる、この回で終わる、あと2点で終わっちまうぞ。投げました、初球を打った、あーやばい、なんでこんな打ちあれ、点追加、自分の意味やから。右バッターボックス3番ロペス、最初のバッターボックスはホームランで終わらせる、終わらせる、もちろん第2球打ち込む、投げました、あー試合だ、ほんまに終わった、終わった、そーまんまよ、いやーミスだ、そう、こんなことある、これはうざい、これはやばいわ、そうだからね、これあれ、なんだこのゲームは、完璧負け、インタビューが始まります。なんだこのゲーム、いやいやいや、ひどすぎるな、ちょっとやばすぎる、いやでも、いろいろ投げたやん、俺、いやいやいや、そういうことじゃないんですよ、もう分かりきった投球をして、え、どうすればよかったの俺、だから安定回しよう、安定回、あ、そうだね、カーブとかって投げるとこうなるわけ、あ、こうなる、ちょっと落ちるわけ、はいはい、だからそれ、枠に収めようとしすぎて上から投げたら、それカーブって分かる、上にカーソルやって、わかる、あとね、あなたね、全力ストレートっていうやつ、球種があるけど、上に、あ、そうそう、あれ使ってない、あれ一回も使ってないから、俺に、そう、あれ、あ、でもあれ使うと打たれるなと思って、いや、あれ緩急、緩急って言って、どっかで使う、遅い球投げると目が慣れて速い球打てなくなる、あー、そういうこと、そういうのもうまくこいつは使えた、そう、だから正義もあんまりさ、まあ打ってんだけどさ、なるほど、わかる、なんかないの、正義さん、たまにないし、言葉失ってる、言葉もないか、言葉失ってる、マジできついここの逆やりたい、ガチ温まってる、逆やりたい、逆したいねえ、まあ右行くとこ左走ってくそう、あとそうね、ちょっと後ろにいる人たちがね、うん、そう、やっぱりだからドイツがどっかわからんやん、いや、なんとなくわかる、デッドバイデイライトのあれは本当なんだね、方向感覚がわからないってゲーム戦してるだけなんですよ、うん、ひどい、練習しよう、まあ、あと俺野球わからないしねそれもでかい、まあ、ルールはそれもでかい、まあ、まだ強兵は知ってる、まあちょっと詳しいっていうか、まあ知ってるんで、それはですね、そうかな、なんでか、すげえすごいね、強兵が強いやん、結構いや、そんなことない、だから結構多分あバッティングはわかんないけど、ね、多分守備だったらね、俺らと張るよ、そうだね、ちょっと張っちゃってる、なんならいい俺よりうまいマジでうまい、誰よりも打ちにくい気がする、うん、だって意味わかんない、インコース高めでカーブにぶつかる、うん、そう、裏の裏をね、最強の剣と最強の防具ですよ、何を言うとんねん、お前練習せよ、お前のせいで負けとんねん、練習せよ、あ、皆さん新年明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、ご挨拶がね遅れまして、今年はゲームチャンネル10万人目指していく、おい、行きましょうよ、ぜひ拡散してもらって、うん、はい、見てもらって、はい、どういうのやってほしいかたくさん言ってもらえれば、そうですね、そうですね、やっぱニーズに応えていかないとね、うん、そうだね、もう本当にね、やっぱり野球勢が多いのでパワープロとかはね、やっぱ多めになってきますけど、そうだね、うん、やっぱいろんなねものにもちゃんと挑戦していきたいので、やっぱこのね、誰ですか、誰ですか、なんでですか、なんでわかんないですか、まあ、ちょっと誰ですか、誰だ、初期年3年やってらせてもらってたけどね、なんでわからんわ、まあ、タボさんはあれですか、パズドラですか、パズドラさん、あ、パズドラ全然好きですからそんな滑舌悪かった、お前パズドラ全然大好き、そんな滑舌悪いことないやろ、パズドラですですね、パズドラ全然大好きです、パリすぎる、負けて動揺してると思う、負けて動揺がすげえ動揺が隠せないですね、まあそんな感じでね、やっぱり年始も頑張ってやっていきますので、タボってはい、ポンコツじゃないですか、うん、
自分でポンコツって認めてるのに、うん、おもむろにポンコツが周りに出ちゃうと結構テンパるんですよはい、ということで新年も、ゲームチャンネル頑張っていきますので、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。じゃあ皆さんまた会いましょう。バイバイ。